大垣和馬は、兵庫県競馬組合、西脇馬事公園、山口博之厩舎所属の騎手である。地方競馬教養センター騎手課程第86期生。2008年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月15日、第2回、園田競馬1日目第1競走 F6 2組3歳、条件戦ジュリーハートで、初騎乗。同年5月5日、第3回、園田競馬5日目第1競走 F2 2組3歳、条件戦を、ブイセヨーレたちで優勝し、25戦目で、初勝利。2009年7月9日、平成21年度第1回シリーズのリーディング表彰で、関東賞を初受賞し、7月16日に表彰式が行われた。2010年1月12日、第24回全日本新人王総覇戦出場。2011年9月22日第13回、園田プリンセスカップにて、重賞初騎乗、初勝利。同日勝利者インタビュー中に、彼女に公開プロポーズをし、見事そちらも大成功。地方通算成績は2521戦119勝2着174回3着222回、勝率 4.7%、連帯率 11.6%。ありがとうございます。